4月27日水曜日、被災明神町にある津市消防本部で、平成28年度三重県消防総合大会に出場する芸能方面団と一市方面団を激励するための結団式が行われました。平成28年度三重県消防総合大会は、県内の各市町を代表する消防団が消火作業の際に使用する小型ポンプの操作を決められた手順に基づき、いかに安全、確実、迅速に行えるかを競う大会です。この日は被災明神町の消防本部で結団式が行われ、大会へ出場する芸能方面団と一市方面団の各団員が市長から激励を受けました。はじめに松島昇消防団長が、7月の大会に向け悔いのない訓練を重ねてほしいと訓示を行い、次に前橋長は、消防団は合併から10年が経過した今も旧市長ごとの単位で構成されており、各方面団がそれぞれの歴史や伝統を持っています。そういった歴史や伝統を引き継ぎ大会に臨んでほしいと思いますと激励の言葉を送りました。激励を受け、芸能方面団の選手代表武雄元志さんと、一市方面団の選手代表磯田裕也さんが、総合大会に向けて消防団員の誇りを持って一生懸命訓練しますと大会への決意を述べました。最後に芸能一市各方面団長から、大会までのおよそ2ヶ月間における訓練計画の報告が行われ、大会に出場する選手たちの記念撮影が行われました。今年度の総合大会は、鈴鹿市の三重県消防学校で7月16日土曜日に開催されます。